ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキを作る場所は気にした方がいいですか？湿気のある場所はウッドデッキを作って大丈夫ですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。お客様からウッドデッキをここに作りたいとご相談いただきますが、いい場合と不向きな場合がありますよね。はい、この今写真のお宅なんかはこう窓、吐き出し窓の前にウッドデッキを作ってほしいということだったんですが、普通は日当たりがいい、まあそこでお茶でも飲めるようなそういう空間にウッドデッキを作ることが多いですね。で、それはやっぱり腰窓よりも吐き出し窓の前の方が合っているので、南側の吐き出し窓の前なんかがちょうどいい場所になるという形ですね。北側の湿気のある場所にウッドデッキをつけたいとご希望もありますよね、時々。はい、北側は基本的にはあまり進めませんけれども、今ちょっと住宅事情が本当に悪いので、北側でもつけざるを得ない場合が多いですね。で、その場合はウエスタンレッドシーターのようなそういう木ではなくて、ハードウッドっていうような30年持つような湿気に強い材木をご提案するようにしてます。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。